3月。<laughs> 始まりましたビオンのビーベブラジオービオンズの高瀬くるみでーす今日は3月1日ということで、3月になりました。なので、今日はね、こう3月の頭だから、3月どんなことがあるかなっていうのを、この動画でみんなと一緒に、こう、なんだろう、考えていこうというか、その見ていこうかなと思います。 まあ、あの、ざっくりとね、したものだけ書いてるので、今の段階で情報回帰になってないものがあった場合とか、あとは、なんだ、その、細々としたものとかに関しては、あの、変わらず、今後も、あの、公式の、ま、ホームページだったり SN、SNS だったりをチェックしてもらいたいなと思うんですけれども、ま、ざっくりとしたことを紹介していきますので、この動画をもしよければ、あの、予定帳とか予定表みたいな、 代わりに見てもらえたら嬉しいなと思います。まあ、ビオンズ全体のことだったり、高瀬くるみ個人的なことだったり、いろいろ書きましたので一緒に見ていきましょう。ということで、レッツゴー <laughs> じゃあ、まずね、今日3月1日。明日です。翌日は何があるかと言いますと、こちらででん。2日、3月2日、サードシングルリリースイェーイ そうです。ビヨーンズのサードシングル、英雄笑ってショパン先輩、ハムカツ目視録がリリースとなりまーす。いイいえイ,イ,ェイ今日は、あれかな、フラゲ日とかって言われる日だから、もしかしたらもう手元にあるよって方がいるかもしれないんですけれども、このね、サードシングルは、あの、英雄笑ってショパン先輩っていう曲と、ハムカツ目視録っていうね、2曲。そして、えー、初回生産限定版の、 えー、スペシャル1位だったかなには、えっ、ー、とー、フレフレエブリでかごめさんと一緒に作らせていただいたね、楽曲入っております。あの、ミュージックビデオも、あのー、ビヨンズの、このね、伸びしろのチャンネルじゃなくって、公式の方の、まあ、これも公式なんだけど、<laughs> 公式のサブチャンネルではあるんだけど、あのね、あの、ミュージックビデオとかいっぱい上がってるチャンネルの方に上がっていますので、ぜひぜひ、たくさん見てほしいなって思いますし、こう、 なんだ、CD にしか入ってない、こう、なんだ、ミュージックビデオのシーンとかもあったりするので、えー、楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。そしてね、2日には、あの、イベントがあるんですよ。ライブ、ミニライブイベント、クラブチータさんの方であるんですけど、いや、あのー、 2年4ヶ月ぶりとかのライブなんですって、ライブイベントっていうのライブとかはやってたけど、そのリリースイベントでミニライブっていうのがすっごい久しぶり。だから、本当にファーストアルバム以来ぐらいなんだと思う。めちゃめちゃ久しぶりなので、私も、それもね、めっちゃワクワクしております。えー、来てくださる方はね、あの、感染症対策、 気にしながら、気をつけながらでも、たくさん楽しんでもらえたらなと思います。さあ、そして、次、飛びます。ちょっとね、飛びます。じゃじゃじゃん。15日プラオレスマイルプリンセスというゲームがリリースになります。こちら、私、高瀬くるみが、声優、初挑戦させていただきました、プラオレプライドオブオレンジというアニメのゲームでございます。 私、高瀬は藤代モナちゃんというね、ゴールキーパー、ゴーリーの役を演じさせていただいております、えー。こちらは私の地元、栃木県が舞台になっているアイスホッケーのアニメです。女子アイスホッケーアニメ。そう、女子アイスホッケーアニメだったので、このゲームもね、こう、スマプリって略されるんですけど、このアニメじゃないや。このゲームも、あの、アイスホッケーをね、ゲーム内でするんですけど、 まあ、可愛い,いんですわ <laughs>。あの、キャラクターのね、ミニキャラちっちゃい、チマッとしたキャラクターたちが、あ外装ホッケーしてくれるんですけど、超絶可愛い,いんで、ぜひ、あの、チェックしていただきたいなと思いますし、あの、今、事前登録もね、受付中です。あの、もしね、まあ、まさか皆さんしてくれてるとは思うんですけど、まだだよっていう方がいたら、あの、早急に事前登録してきてください。 あ,あの、この動画を見終わったらね <laughs>。そう、あのー、すごい、あの、私もそういうの好きだからさ、あのー、言うんだけど、事前登録の、こう、数に、こう、応じて、報酬がもらえたりとかもするのでね、ぜひぜひお願いします。あの、私がたくさんガチャを引くためにも <laughs>、えー、えお願いします <laughs>。いや、さ、ちょっとさ、夢じゃないその、自分のキャラクターをさ、自分で、 あの、ガチャで引くのとか。ね。なんか、あの、密かな夢だったので、それが、叶う日が着々と近づいているということで、私もドキドキしております。皆さん、よろしくお願いします。さあ、そして、翌日。15日の次の日は何の日でしょう、皆さん。まさか、わかるよね。<laughs> はい。高瀬のお誕生日です。 イェーイ !16 日えー、23になります。私のレベルが。<laughs> なんかさ、ちょっとね、二十歳超えるとさ、あのー、年齢重ねましたっていうのがまあ、このね、お仕事をやらせてもらってると、ちょっとなんか素直に喜びきれないなーみたいな時があるんですけど、私は、 こうレベルアップしたとと思思っってて前向きに頑張ろうと思っております <laughs> まああのー、ぶっちゃけ言うと、実感のかけらもないんですよ。今月23になるっていうのが。やっぱあのー、さあ、こう、二十歳になるとさ、大人になったーって思うけど、それ以降あんまりね、変化を感じないのよ <laughs>。 で、まあ、でもその、ねまあ、一つやっぱ重ねるわけですから年を大人の魅力も出しつつ、でも私は、その、大人っぽさも持ってるけど、子供らしいところを忘れない人ってすごい素敵だなって思うから、こうどっちの魅力もね、出していけるように頑張ります。はい。 <laughs> まあ多分、16日付近になったらもうちょっとちゃんと明確ななんか目標とか <laughs>、抱負みたいなのが生まれてくると思いますので、まあ思いつき次第また発信させていただきます。ブログとか、あの SNS とかね、チェックしててもらえたらと思います。はい。そしてちょっと飛びます。こちら。20日。サードシングルの発売記念イベント in 名古屋。 いえい。まあまあの、盛りだくさん会とか特典会とかって呼ばれたりするものですね。まあお話し会だったりとか、まあ一緒にね、こうゲームをする会があったりとかしますけれども。どうでしょう皆さん参加される方はどれぐらいいますか <laughs> 参加するよって方いたら、あの、ぜひコメント欄とか書いてね。そう。名古屋からね、今回のシングルはスタートいたします。名古屋。 そう、まぁ、あ、ちょっとね、今の、こう、ご時世的に、なんていうのそのアクリル板をさ、通してお話ししたりとか、ゲームしたりとかって形にはなるんだけど、やっぱり直接同じ場所にいるわけじゃん。その、なんだ、広い、さ、場所を借りてやってるわけだから、その同じ場所にいて、で、 ね、その顔を見てお話しできるっていうのはすごい嬉しいなと思いますし、あのね、こう、好きだっていうさ、気持ちとかさ、こういうところを見て好きになりましたとか、こういうところが好きですみたいなさ、あの、直接言ってもらえるのすごい嬉しいなと思うんですけれども、あの、ね、私の性格上とってもとっても照れてしまうので <laughs>、えその辺はあの、ご愛嬌と思っていただけたらと思います。ね、頑張る。 <laughs> 私も受け入れられるように頑張るね <laughs>。でも本当に、あのー、このイベントね、あのー、実施できるのを楽しみにしております。亡くならないでほしいなって思いますね。あの、まあ、いろんな状況のね、影響で。はい、そして、22日、私のバースデーイベントでーす。イエイイエイイエイ。バースデーイベントが開催されまーす。<laughs> そう。今年は、 あのー、今年はっていうか、最近、あのー、メンバーが MC をしてくれる式になったんですよ。そうだから私も、去年の12月、平井美桜ちゃんのね、バースデーイベントを、あのー、MC させてもらったんですけど、私は、うん、MC は自分でやりたいなって思ったの。なんだけど、あのー、どうしても人と一緒にやりたいコーナーっていうのかながあって、 ゲストという形で、島倉くらりかちゃんに来てもらうことになりました。あのね、ゲストっていう呼び方してるから、一緒に歌うのかなって思ってる方が多いと思うんだけど、ちょっとね、その予定は今のところあんまりないかなっていう感じなんですよ。<laughs> わかんない。あの、まだね、この動画を撮っている今現在、えー、っと、なんて言うの <laughs> 定まってない。まだ。 <laughs> そう、あの、どういうイベントにするか定まりきってないので、まだわかんないけど、ね、あの、とりあえず、その一緒にやりたいコーナーがあるから読んだんだよっていうのだけ、えー、知っといてください。何をやるかお楽しみに。あとね、今年のバースデーイベント、ちょっとあの、お衣装を頑張ってみましたので <laughs>。そう、あの、23歳なのにそれって思わないでもらえたら嬉しいなと思います。はい。 続いてこちらででんやってまいりましたビヨンズホールツアー初日ー26日です !3 月26日え大阪の方からスタートいたしますホールツアーでーす、えー、サブタイトルがねあの「どんとこいビーハッピー?」いやービヨンズでしょこのタイトル <laughs> そう あの、きっとね、3月になって、まあ、徐々に徐々にリハーサルが始まったりとか、まあね、あの、ビヨンズならではのね、ネタ合わせ的なことが始まってくるんだと思いますけれども、えー、きっとね、ビヨンズらしい楽しいライブになると思いますので、皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。えー、このね、26日の大阪をこう、川切りに、 全国各地行かせていただきますので、ぜ、え、ひ、ー、皆さんお楽しみに。さあ。そして、そして、翌日です。じゃじゃん。27日発売記念イベント in 新宿。新宿。はい。東京でもね、イベントやらせていただきます。まあ、この、名古屋、新宿以外のところでもね、やるんですけれども、まあ3月は、 名古屋と新宿って形になりりまますす東京でね、やりますよいやー楽しみ本当にとに一日中さこう応援してくれるみんなとおしゃべりしたりゲームしたりできるからさめちゃめちゃ楽しいなと思うしいやーね楽しみなんよ本当にだからねなくならないように祈ってますみんなも祈っといて。 ぜひね、開催したいと思います。さあ、ということでー、白紙。<laughs> はい、ざっくりとは、こんな感じでございます。3月の予定。どうですか皆さんが参加するようなものはありましたでしょうか <laughs>、えー、参加するね、イベントとかがある方は、あのぜひぜひあの、体調に気をつけて、えー、来ていただけたら嬉しいなと思いますし、こう、参加はできないよっていう方も、 ま、このね、ご時世の中なのでしょうがないですし、なんかこう、このね、あの、伸びしろのチャンネルとかも含め、ビヨーンズとしていろんなことを今後も発信していけたらと思っていますので、そういうのもね、楽しみにしててほしいなと思うし、SNS とかもね、頑張って、私も頑張って更新、頑張ろうと思います。え、3月も ビヨンズの応援をどうぞよろしくお願いいたします。ということで、以上、ビヨンズ高瀬くるみでした。次回は誰が登場するのかお楽しみに。バイバーイ。